At the 2008 International Tokyo Toy Show, Namco Bandai displayed the latest in their line of Mugen or Endless toys. こちら5秒スタジアム、一見ただのストップウォッチですけれども、ただのストップウォッチではございません。昔懐かしいこの5秒で止めるストップウォッチを5秒で止めるという遊びを今時の遊びに進化させたものがこちらの5秒スタジアムでございます。この5秒スタジアム、5秒でカウントを止めるというシンプルはそのままなんですけれども、はい、中に5秒マンというキャラクターの音声が入っていますので、その5秒マンがズレに応じた5秒のズレに応じた格付けの音声をしてくれるという商品になります。そのズレが大きいと例えば帰れと怒られたりとか、ズレが小さいとイケてると褒められたりとか、より一層自分の達成感や快感を増幅してくれる商品になっておりますので、楽しめる一品になっています。The 5-second stadium is available in 4 colors for 998 yen. It came on sale in Japan on July 26, and Bandai Namco have a sales target to December 2008 of 550,000 units. Dig Info News.